ゼバスティアン・ミュンスターの肖像画、クリストフ・アンベルガー作、1552年頃。ゼバスティアン・ミュンスターは、神聖ローマ帝国の地図学者、宇宙史製作者、キリスト教、ヘブライ学者。1544年の作品、コスモグラフィアはドイツ語による世界の記述としては、最初である。コスモグラフィア、アンドレアス・ミュンスターの息子として、マインツ近くのインゲルハイムで生まれた。 両親などの先祖は農民だった。1505年、フランシスコ会に入った。その4年後、修道院に入り、コンラートペリカンの学生として5年間過ごした。1518年、チュービンゲン大学で学業を終えた。卒業論文の指導教員は、ヨハンニス・シュテッフラーだった。1529年、カルバン派の支配するバーゼル大学での辞令を受けるために、 フランシスコ海から離れて、ルター教会に入った。彼は長らく、ルター教会に興味を持っており、ドイツ農民戦争の時は、修道士として、たびたび攻撃された。ヘブライ語の教授でエリア・レビタの門弟の一人でもあり、ヘブライ語聖書、並びにそのラテン語訳と多くの注釈を編集した。ヘブライ語聖書を出版した初のドイツ人である。ヘブライ語の文法書を数冊出版したか。 クロマティカ・チャルデイカを初めて記述した。他にもディクシャネリアム・チャルデイカム、ディクシャネリアム・トリーリングウェイを著述した。1536年、マッパ・エウロパイを出版した。1537年、回収させたスペインのユダヤ人から取得したマタイによる福音書のヘブライ語版を出版した。1540年、クラウディオス・プトレマイオスの ゲオグラフィアのラテン語版をイラスト付きで出版した。1550年版では、都市、肖像画、衣装の画像も含まれた。これらはドイツで出版された。他にもハーラジオグロフィア、オルガノムユーラニカムを著述した。1544年の作品、コスモグラフィアはドイツ語による世界の記述としては最初である。他にもラテン語、フランス語、イタリア語、英語。 チェコ語で出版された。コスモグラフ屋は16世紀で最も成功した、最も人気な作品の一つであり、100年の間に24版が出版された。この成功は、ハンス・ホルバイン、ウルスグラフ、ハンスルドルフ・フマヌエルドイ中チュ、ダビッド・カンデル・ラによる素晴らしい規範が、そして初めて当時知られた4オース、すなわちアメリカ、アフリカ、アジア、 ヨーロッパを別々に分けた地図を導入したことによる。16世紀のヨーロッパで地理学を再生する著作となり、最後のドイツ語版は死去から数十年後の1628年に出版された。ヘブライ語聖書の翻訳者としても知られており、彼は1546年にバーゼルでその翻訳を2巻に分けて出版した。うち第1巻は、 創世紀から列王記化までを含み、ヘブライ語聖書における並び順に従った。第2巻は、大予言書と小予言書、詩編ヨブ記、信言、ダニエル書き、歴代史、5つの巻物を含む。1551年、バーゼルで、ルジメンタ・マセマティカを出版した。1552年、バーゼルで、ペストにより死去。彼の破壊誌では、彼が、 ドイツ人のエズラとストラボンと形容された。ありがとうございます。